マザー・テレサはこのように言いました。思考に気をつけなさい。それはいつか言葉になるから。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。行動に気をつけなさい。それはいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。それはいつか性格になるから。性格に気をつけなさい。それはいつか運命になるから。マザー・テレサは思考から始まって、それがいつか運命になるとそのように言いました。今日は運命の変え方というテーマで、何が自分自身の運命に大きな影響を与えるのかということを、私自身の原体験をもとに皆さんと一緒に掘り下げて考える時間にしたいと思っています。その話をする前に、まず私が育った背景を簡単にご紹介します。僕は6人家族で兄弟が4人います。ただでさえ兄弟が4人もいる上に、4人全員が私立の高校に進学したので、節約をするしかない家庭環境でした。さらに僕は高校生の時に留学にも行けるようにしてくれ、またお小遣いもわずかしかもらっていなかったので、特に節約をするしかない、そのような立場でした。当時は高校生でしたが、それこそものすごく節約をしていて、例えば僕がお腹が空いてコンビニに何かを買おうとした時に、僕が使えたお金はたった100円、150円しかありませんでした。その100円、150円を使ってパンやおにぎり、何かを食べようとした時に、たった10円、15円を惜しんで、何を食べようか、あれを食べたらいいのか、どうやったら一番もったいなくないようにお金を使うことができるんだろうか、そのように10分も20分も考えて悩む時もよくありました。節約をしていたので、とにかくもったいないことが嫌いでした。毎日毎日そのように考えながら生活をしていたので、いつの間にか自分の人生や生き方を考えた時に同じように考えるようになっていました。どうせ人生を一度生きるなら、絶対にもったいない人生を生きたくない。最大限世の中に貢献して最善を尽くしていきたい、人の役に立ちたい、このように考えていました。しかし自分が何か活動していたわけでも、また行動力があったわけでもありませんでした。それは逆で、全く行動力もなかったし、人見知りで怖がりで、人に会うだけでも緊張して震えていました。身長も低くて、頭も悪くて、勉強もできなくて、自分に本当に自信がありませんでした。自分に一体どんな取り柄があるんだろうと考えることもよくありました。しかし、どうせ人生を一度生きるなら、絶対にもったいない人生を生きたくない、最大限世の中に貢献して人の役に立ちたい、このように、この思いは変わりませんでした。しかし自分が突如変われたわけでもなかったし、何か行動ができたわけでもありませんでした。変われるとも思っていませんでした。しかし人との出会いをきっかけに、そこから大きく運命が変わるようになっていきました。それは僕が高校生の時に出会うようになった先生との出会いでした。僕が今でも感謝していて一番尊敬する人です。何の特徴も何の才能も何の能力もなかった私に、それでも人の役には立ちたい、そのように思っていた私に、先生はこのようにアドバイスをしてくれました。初めから大きいことをしようと思ってもできないから、初めは小さいことから始めてみなさい。やればできる。誰でもやればできるし、やらなければできない。ただやるなら最後までやりなさい、このようにアドバイスをくれました。
この時に僕が得たものはできるという認識でした。この時から先生のアドバイス通り、僕は少しずつ活動を始めるようになりました。まず最初は誰にでもできるようなゴミ拾いの活動を近くの商店街に行って友達2人3人と一緒に始めました。活動を始めて続けて行っていくうちに、少しずつ参加してくれる人も増えていきながら、また1年間続けて活動していったら、多い時では数十人の学生たちが参加してくれる活動になりました。さらに商店街の組合の方とつながるようになり、地域に貢献していく活発な活動に発展していきました。さらにこの活動を続けながら、僕が大学生活を過ごしていく中で、この大学にもっとこんな場があったらいいんじゃないかといった思いをもとに、新しく団体を立ち上げて活動を始めるようになりました。これも最初少人数の仲間と一緒に始めた活動でしたが、1年間2年間続けて活動していくうちに、数百人の人たちが参加してくれる大きな活動になっていきました。人の役に立ちたいと思っていた僕の願いは、まだまだ小さい規模ではありますが、この活動を通して叶えられているような気がしています。またもっと大きなことにチャレンジしたいと思うようになった僕は、偶然知るようになった内閣府国際交流事業というものに参加するようになりました。この事業は国と国とをつなぐ大きなプロジェクトです。全国から若者たちが集まってきて、そこで組織を作って海外に行って活動する、こういったプロジェクトです。このプロジェクトで僕は副代表を務めるようになり、1年間副代表として続けて活動しました。そしてこの活動が終わった後、報告会という形で特別に、次の日本の天皇になられる皇太子様と直接一対一でお会いしてお話しする、そのような機会もありました。この一つ一つの行動、また一つの活動が僕にとってはかけがえのない経験となり、振り返った時にはすでに僕の運命は変わっていました。認識は行動を決定する。この時に僕が得た大きな学びです。人は認識した通りに自分の行動を決定していきます。例えば僕のようにできると強く認識したからこそできたし、もしあの時先生が君にできると言ってくれずに、君には難しいかもしれない、君より優秀な人はもっといる、そのように言っていたら、僕は今も認識が変わらずそのままだったでしょう。またあることが危ないと認識したら、その人は逃げるだろうし、危なくないと思ったらその人は逃げないでしょう。またあることを正しいと認識したら、その人は続けてそれが正しいと思って行動していくことでしょう。このように人は自分が認識した通りに自分の行動を決定していきます。なので自分自身をどのように認識するかが、自分の運命を大きく変えていく大きな要因です。認識が変わったきっかけは環境にありました。つまり素晴らしい人との出会いがきっかけでした。世の中にはあまりにも多くの人たちがいます。この中でどの環境に自分自身の身を置き、また誰と接して生きるのかは、自分を変える上でものすごく重要なことです。今日は全く行動力もなく、極度の人見知りで、自分に何も取り柄がない、そのように思っていた私が、一人の人との出会いをきっかけに認識が変わり、大きく運命を変えたという話をしました。今日のスピーチの最初に
マザー・テレサの言葉をご紹介しました。マザー・テレサは、はじめに、思考に気をつけなさいと言いました。なぜなら、それがいつか運命になるからです。今日の話を踏まえて、もし僕がこのマザー・テレサの言葉に言葉を付け足せるとしたら、このように付け足したいと思います。環境に気をつけなさい。それはいつか認識になるから。認識に気をつけなさい。それはいつか思考になるから。最後に皆さんに問いたいと思います。今、皆さんがいる環境は、皆さん自身にとって最善の環境ですか？ありがとうございました。